はいどうも、サブチャン TV です。お願いします、大志です。えー、っとね、動画緊急で回しているんですけれども、なんと大谷翔平選手がドジャースに決まったということで、おめでとうございます。ね、もうファイターズファンからすると、もうね、なんだ、神様みたいな、は <laughs> るか彼方に行ってしまった選手なので、なんだろうな、驚きも今さらしないんですけれども、まあまあまあ、契約内容もすごいよということでお話していきます。 えー、大谷選手ね、ドジャースと10年総額7億ドルで契約しました。まあ、今、円安相場なんで、えー、およそ1014億円ですね。はい、億円、うん、メジャー最高額はトラウトの12年4億2650万ドルなので、まあ、大幅更新ですね、2億5000万ドルほど、2億7000万ドルほど、えー、更新となりました。 うんまあ何を言ってるんだとはいいう感じなんですけどちなみに年俸ベースでも歴代最高は4333万3333ドル63億円ぐらいですね、はい、一方、大谷選手は、えー、単年だとね7000万ドル100億円なので、うん、こちらも大幅更新になります、まあ、やっぱり分かってましたよねえ 二度目の満票 MVP ととかかおかしなことやってますでもいざこうやって金額っていう,こう全選手共通のステータスで数字で指標で見比べるとまあ改めてやってることの異常性だったりとか歴代で見ても明らかにおかしい選手であることっていうのが分かりますね。飛び抜けてますね。 まあ、ちなみに日当、はい、一日で稼げる額は、えー、2780万円でございますらしいです。本当か、これ。えー、一日で我々の2年から3年程度の収入を得ることになりますね。はい。で、まあ、年俸の話ばっかで申し訳ないですけど、なんならね、世界大で見ても、こう、契約金額1000億円っていうのは、メッシとかクリロナとか、あの、サッカーの、ほんとトップ トップ選手も抑えてトップに立ったということですねまあメッシュとかロナウドっていうのはあの4年契約とか2年契約とか、まあ、そういう短いスパンなので年俸は全然違うんですけどまあまあまあ契約金額トータルで見たときにどのスポーツ選手も追いつけないような、はい、金額が提示されたということですね、まあ、逆に言うとサッカーってすごいねやっぱり、うん、より市場が活発なんだね メジャーリーリグも十分すごいけどで大谷選手なんですけれども本当お金のばっかで話ばっかで申し訳ないんだけど25歳未満だったんですよポスティングした当時ねだからマイナー契約しか結べなくて年俸が6000万ぐらいだったんですよねこれも当時結構言われててまあ別にそれでんだろう心配したりとか否定したりとか止める人はいなかったけどでもやっぱりもったいないよねと日本で ね、どっちでもできる選手で素材としても良くて若いのに普通だったらメジャー契約全然取れるようなポテンシャルなのにマイナーでいいの、まあ、25歳まで待っていけばいいじゃんみたいな感じの風潮もあったんですけど大谷選手は1年でも早くねメジャーの環境に自分を置くことを選んだんですよね、まあ、お金ではなく夢を選んだということなんですけれども、まあ、その結果ですよ 歴代最高年俸最高契約金額ということなんでうんアップ幅1万2744%とはい、まあ、えげつないですね本当にすごいですねエスコンの建設費用が600億円なんでねあの、まあ、学面ベースのふりね学面ベースの給与だと大谷選手が6年稼働すればはいスコンが立ちます もちろんね、あの大谷翔平選手に入ってくる金額は、まあ、半分以下だと思うんですけど、税金もあるし、いや、何を言ってるんだと、はい、いうことですね。日本ハムグループ球団が、こう、身を粉にしてね、捻出した金額をね、大谷翔平選手一人で建てられると。だから将来的に、子供たちのためのスタジアムとか、各地に建てそうな感じですよね。 <laughs> 球場とかね、まあ、それくらいの規模になってくるのかな、次はって思いますね、なんか、なんとなくね。で、まあ、翔平らしいなと思ったのが、地味にね、メディアにもすっぱ抜かれずに、はい、大谷選手の SNS っていうのがね、こう、契約の第一報になるのが、まあ、いかにもらしいなというふうに思いました。まあ、情報統制、ね、されてる証拠です,ですし、 C の人間にも、こう、しっかりと人望があると言いますか、話が漏れないような人間関係になっているんだろうなというふうに思いました。で、皆さん気になっている大谷選手、じゃあこれから優勝できるのね、ワールドシリーズ制覇できるのというところなんですけれども、ドジャースは本当に強いチームです。強豪球団です。ナ・リーグ西地区で100勝で首位、今年ですね。うん。しかも3年連続で100勝です。はい。で、ポストシー ただね、ポストシーズンで、まあ、苦渋を舐めているというか、あのー、3年連続で負けているというところなので、まあ、ここからね、短期決戦勝っていくために、必要なチームの主軸が欲しい。うん。それが大谷翔平選手なんじゃないかっていう判断ですね。で、ここまでの大金をはたいていると。で、しかも昨シーズンね、FA で選手取ってないらしいんですよ。だからこれも、今年の大谷選手の FA を見据えて、うん、もう、 天文学的な数字な,なんですけど、ね、7億ドルってそういう金額を捻出するためなんじゃないかと言われていますで1点ねまあここすごいいい話がめっちゃあった中でまあネガティブ要素を出すのもあれなんですけど懸念があって、まあ、日本球界に対する懸念ですねあの超すごい素材 もうメジャー級の素材が日本に入ってで25になるまでにマイナー契約でもいいからポスティングしたい、うん、年俸低くてもいいからすぐメジャー行きたいそういう選手が増えるだろうなと思いますまあもともとね大谷選手がそういう成功してるからそういう風潮はできてたけど、まあ、こうやって世界最高の選手となった年俸上もそれを示したことで改めて 目先の数億円よりも全盛期迎える前に渡米することが重要であるということを示したかなと思います。で、現に昨晩出てたニュース、はい、佐々木朗希選手がコンオフのポスティング申請を希望しているということですね。コンオフですよ。うん。ライオフじゃないよ。コンオフ。だから、来期からメジャーでプレーしたいというふうに。 希望を出してるらしてらうんまあもちろんねロッテは断ると思うんですけどあの素材としてはね、まあ、最高峰ですしまあメジャーにねいつ行くかっていうレベルの選手なので気持ちは分かるんですけどただまだ規定にも乗ってないしロッテとしてはどっちかっていうともう大事に大事に使って育成している最中っていう感じなので。 うーんちょっとさすがに早いですよね。で、ロッテとしても球団経営はね、事前事業では決してないので、まあ、すぐには出さないと思います。ポスティング認めないかは分かんないけど、ファイターズほどポンポンは認めないと思うけど、まあ、何より佐々木自身ね、今メジャーに行っても、中6日とか、ね、中4日、中5日とかで稼働して怪我するっていうね、 辛い経験になりかねないのでまず日本で規定乗ってっていうところがスタートラインな気はするんですよね。でそれを2年まあ少なくとも2年っていうか球団のことを考えると 3, 3年規定乗った活躍をしてでメジャーっていうのがうんまあ体のでき方とか考えても球団のことを考えてもいいのかなというふうに思いますね。 まあもちろんね今希望を出すのは交渉材料として将来使っていくにあたってはありだと思うんですけど例えば2年後3年後に規定を2年3年と乗っけてもうずっと言ってますと3年前から行きたいって言ってるんですけど行かしてくれますかっていう交渉ができるんで、まあ、海外 FA 待たずにねポスティングできる可能性はあるんですけれどもうんまあポスティングはもちろんね あの選手の権利ですしその申請は球団の権利なので、まあ、それぞれ権利があるというところで選手がねこう希望を出すのは自由だし、まあ、球団はすぐに認めないでしょうから直近での大量流,流出 NPB から MLB にいい素材が次々と行ってしまうってリスクは、まあ、少ないかな比較的というふうに思いますただ早く希望を出せばねうんさっきも言ったように交渉材料になるのでこ,うこれからいい素材の選手が入って ちょっと活躍してメジャー行きたいですって言ってそこから徐々に一軍で投げるようになって規定乗ってすぐにメジャーみたいな23年の稼働で出ていってしまうケースっていうのもこれから増えてしまうかもしれないっていう懸念があります。うんまあなんで NPB のレベルをね保つためにどうすべきかっていうのは制度なのかまあ,あるいは NPB のビジネスモデルの組み替えなのか。 考え直す必要があるのかもしれないないと思っっていいますすちょとと難しいですけどね、まあ、ともかく大谷翔平選手が、まあ、今回ねメジャー最高選手になったというところしかも強い球団ドジャースに移籍したというのが、まあ、今回のビッグニュースですので来季打者に専念した大谷選手がどんな成績を残すのかそして再来年以降二刀流でドジャースでどんな 抜群な成績ず抜けた成績を出してくれるのかというところを一野球ファンとしてみんなで見守っていきましょう本当に楽しみですファイターズもそれに乗っかって優勝とかねしていって大谷を見てもファイターズを見ても楽しいという状況をファイターズファンにぜひ提供してほしいなというふうに思いますくれぐれも怪我だけは気をつけてください大谷選手ということで ええー、とてもいいニュースでございました。ぜひ皆様の大谷選手の契約に対するコメントをお願いします。ではまた。